皆さん今日21時から巌流島やりますよね。そこでちょっと新しいアイデア考えたんですけど、聞いてくれますか。巌流島って全部グリーンバックで、そこに背景を CG で当てはめていくもので、今回はコロッセオ風でって言ってましたよね。で、戦う選手も木村稔選手 VS それより20キロ重い100キロ超えのセネガル相撲の選手とかで、 UFC とかで今流行ってる競技とは真逆の方向のエンタメに全振りしきっているっていうのが一つのテーマと、それとバーチャル空間なんで、タイトルも巌流島バーチャルファイトってなってますよね。だったらですね、もう一歩踏み込んで、もう本当に選手をもっとゲームのキャラのように作っていって、架空の煽り部位を作るっていいと思うんですけど、どうですかね。一応結構壮大なフィールドで、中世とかをモデルに、まあ、お城があって町があってっていう、いわゆるこれはカッコ仮ですけど、そういうファンタジーゲームにありがちな空間っていうの、そういう設定をまず作りまして、ここではまあね、そういうステレオタイプでいきましょうか。でそこで実際の選手のバックボーンと、まあ、ちょっと掛け合わせたようなキャラを一人一人作っていくんですよ。例えばパンちゃんリナ選手だったら、一度過ちを犯してしまった町娘の復活劇キャラとかね、木村稔選手だったら魔法の薬屋さんで働く超人ハルクに変形するみたいな、でそれに対してのアマドゥ・ディア選手はお姫様に使えるボディーガードとかで、あとはそこで、まあ、ここもカッコ仮になりますけど、お姫様に近づこうとする木村稔選手 VS それを阻止したいアマドゥ・ディア選手みたいに、そこの煽り V とかを事前に作って、それを YouTube にアップして試合まで盛り上げていくっていう、これどうでしょうか。でそれは継続の物語だから、次の出番がある選手は同じキャラで、その続きからまた次に物語が進んでいくっていう方式、これ面白いと思うんですけど、どうでしょうか。つまりどの団体も因縁、ストーリー作りにみんな困ってるわけですよね。そこでブレイキングダウンは喧嘩をすれば一気にそれが生まれるので、みんな乗れてきたと。じゃあ他にいい因縁の作り方ってもうなかなか思いつかないじゃないですか。それでもういっそ、せっかくバーチャルなんですし、そこを生かして、まさに因縁もバーチャルで作って、そこで新しいキャラになってもらって、物語の登場人物として出演&ファイトしてもらったら、また新しい魅力も引き出せて、そっちの人気で現実の選手の人気も増えそうですし、選手同士の因縁もこれで自由自在に作ることができるんですよ。なおかつそこでの選手の勝ち負けでストーリーも変わってくるんで、例えば王子様キャラっていうのが出てきて、でそれがヒールキャラに負けてしまったら、その後の物語の展開も気になりますよね。それはまた次の試合が組まれた時に、ああこういう風に物語が転がっていったんだとか、そういう風にも楽しめるようになっているっていう、そういう風に作っていくっていうのはどうでしょうか。もう今の時代、あのダンジョン飯っていう漫画のあたりからですよね、モンスターありきの架空の世界が当然このようにあるものとして、そこから実際にはありえない、そこでのモンスターを食材とした料理漫画で、ベースがバーチャルなもの、もうそのまま受け入れれる世代になってきてて、今はもうそういうベースがある意味嘘っていうのをみんな普通に受け入れてる世界になってきてるじゃないですか。映画でもそういう作品たくさんありますよね。スピルバーグのレディープレイヤー1とか、ジュマンジネクストレベルとかもそうですし、まあもうたくさんあるじゃないですか。なのでここにまだまだたくさん金脈が埋まっていると思ったんですが、皆さんどうですかね。そして谷川プロデューサー、このアイディアなかなかいいと思うんで、私をぜひね、その係に抜擢して、まあ、チームリーダーとしてね、やっぱ発案者に権利があると思うんで、よろしくお願いします。というか皆さん、このアイディアマジでどうでしょうか。今パッと思いついたんで、まあ、特別版ということでパッと撮りました。いずれ主流になりそうな気もします。だってね、世界観が違えばこれ無限なパターンができますし、あとそうそう、そこではね、その空間では違うキャラがまたできますんで、現実世界でミスった選手の再スタートの場にもなりそうで、私的にはすごくいいアイデアだと思うんですが、あとはその世界観をちゃんと壊さず作れる、その道に精通したプロの人が、まあ、必要にはなってくると思います。まあ、何でも一回はね、思ったら取り入れることができる谷川プロデューサーだと思うので、ぜひご一行ください。皆さんもこれに関する感想、コメントください。ではでは。